こんにちは。さあ始まりました、メイキング。今日もよろしくお願いします。さあ今日もねやっていくんです。いや今日はまずこれからなんですけど、まずこちら、人気芸人動画パクリ疑惑ってことで、これね、これ今日本人も来てもらってんだけど、ちょっとこれまあ長田くんね、お願いします。よろしくお願いします。今日、今ね、チョコレートプラネットといえば、はい、悪い顔選手権ですよ。はい、ちょっとこれがですよ、ちょっと今ネットでなんかパクリ疑惑があるってことなんで、今日は長田くんにも来てもらったんですけど、ちょっとご本人に話聞く前に、はい、ちょっとねこれ僕もすごい好きで、これ僕もよく見てんだけど、ありがとうございます。本当面白いよね。あ、すいません、ありがとうございます。いやこれはね本当にこれ発明だと思うわけ。あ、本当ですか、ね、嬉しいです。はい、ね、でですよ、でですよ、それがねパクリ疑惑だっていうわけなんですよ。これ今ネットでちょっとざわついてるわけなんですね。というのもこれ何をパクったかってなるじゃないですか。一応ねウェブのメディアおもころっていうのがあるけどね、あるわけ、おもころっていうのがね。でこれの容疑者フェイス選手権っていうのがあったらしいんですよね。でこれね、まずチョコプラの悪い顔選手権っていうのが2020年去年の11月16日に YouTube にアップされてるわけで、そのねそのパクったって言われているそのおもころの容疑者フェイス選手権っていうのが2017年、もう今から4年近く前ですよね、の6月16日にアップされてるってことなんですよ。これを見て、これねその多分主におもころのファンの方だと思うんですが、その方たちがチョコレートプラネットこれパクリじゃないかと、はい、でですよ、はい、でですよ、はい、それでちょっとこれどうなのかと、はい、ということで今日はご本人長田くんに来てもらってるんだけど、はい、ちょっと長田くんちょっと聞く前に、はい、いや横澤さ、はい、これパクってるってなってるわけじゃない。これね、いろいろもあると思うの、芸人さんでね、アイディアが被ってしまうとかそういうのもあると思うんだけど、これどう思う、これ。そうですね、まあチョコレートプラネットさんってやっぱりお子さんからすごい人気の芸人さんですよね。だから、まあ、私も子供を今育ててるんですけど、やはりパクリ疑惑の動画はやっぱり自分の子供には見せたくないなっていう気持ちはありますね。そうだよね、やっぱ主婦の方とかさ、ね、やっぱ面白い投稿の前にやっぱパクってるやつは良くないわけじゃない。そうです、はい。で横澤からあれなの、チョコプラっていうのは先輩に当たるわけ。そうですね、4年先輩に、はい、当たります。だからってちゃんとそれちゃんと言わなきゃダメだよ、それなんか守りに入ってない。いや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 、いやそんなことないんですけど本当に、はい、でもチョコレートプラネットさんすごいお世話になってて大好きな。お世話になってんだ、はい、ね、あのまあ先輩ではあるんですけど、隔離はそうですね、良くないかもしれないですね、うん、まあ、というわけで、まあ、じゃあ本人に聞くのが一番早いんで、はい、ちょっと本人に聞いてみたいんですけど、はいはい、長田くんさこれ率直に、はい、これもうパクったわけ、これ。いやこれ本当に坂田さん信じてもらいたいんですけど、これも本当パクってないんですよ、うん、これ、はい、まあ、パクってないとはいえ、はい、やっぱりさそのなんていうの、はい、その無意識にやってしまったみたいなのあるわけじゃない、そのまあ役者の、うん、世界でもあるんだけどさ、あるんですか、その演技の仕方とかを好きで見てたらそうなってしまったみたいなのあるわけなの。あ、だからさ長田くんもしかしてこれ無意識にやってしまったみたいなのはない？いや、さあ、いや、それが全くないんですよ。そもそもですよ、はい、そもそもね、まず聞いてくんだけど、はい、まずその本人に聞く前に、はい、横澤ね、これねこれ無意識に気づいたらなんかこうパクっちゃってたみたいなのってある？
いや無意識、まあそうですね、自分の中にあったんでしょうね、うん、まあそういうことって、まあ、結構こういう主婦とか、うん、まあ、私もやらせていただいてますけど、うん、まあ、誰々さんのママのお弁当作りを真似しちゃったとか、うん、関係ないと思う。いや、お弁当作りはそれで問題じゃない、それ。そうですね。お弁当作りとネタは多分そんな。しっかり私は謝らせていただいて。それは謝れば、まあね、謝ればまあいいのかもしれないけど、はい、でですよ、で、本人に聞いてきたいんだけど、これ、長田くんはこれ、このおもころのね、はい、容疑者フェイス選手権っていうのは、はい、これ見たことあったわけ、まず。いや、これ見たことなかったんですよ。なかったの？はい。だからもうびっくりしてる、自分で。いや、その、まあ、いきさつを言いますと、まあまあ、これ普通に僕が、まあ、思いついて、まあ、まあ、YouTube の企画は僕が考えてるんですね、全部ほとんど。で、まあ、いつも本当こう被るのが嫌なので、あの調べるんですよ。だから YouTube で、うん、あの企画の名前を検索してるんです、僕。あ、そこまでやってるの？やってるんです。ほんで出てくればもうやらないみたいなのはやってたんですね。で、これもそう悪い顔選手権って入れて、そう何にも別に出てこなかったんで、うん、まあ、これは、まあ、いけるなと思ってやってたんですよ、うん、でアップしたら急になんかそのおもころみたいなのが出始めて、うん、おもころと思って、なんだと思って見たら、まあ、おもころさんの YouTube チャンネルあったんですよ、うん、あ、ほんで、あ、これのやつ企画の同じようなあるのかなと思って見たら、でもなかったんですよ、おもころさんの YouTube チャンネルには。うんうん、で、あれ何なんだろうって思って調べたら、結局そのウェブメディア、その YouTube チャンネルの前にそのウェブメディアでやられてたんですね。うんうんうん、でそこの企画がもうこれだったんですよ。で、あー、うわー、これちょっとかぶっちゃったなと思って思ったんですけど、あ、まあ、じゃあこのおもころの方は動画じゃなくて、はいはい、まあなんていうの、写真でやってたってことですね。そうなんです、記事で見せるっていう。なるほど、ね、やつだったんです。なるほど、ちょっとじゃあ写真ということなんだけど、これ横澤さ、はい、これ写真って見ることある？写真結構見てますね。まあ撮ったりもありますけど写真でも見ますよね。まあ、いや、動画は見ると思うんだけど、まあ、動画でも結構そうですね、主婦は結構写真見る方だと思います、ね、いや結構さ、主婦って写真、主婦の方って写真撮るわけじゃない。そうそうですね、お子さんにしても、はいはい、お食事にしても、はい、いや、これね、いや、写真はそんな関係ないですけど、まあ、写真よく、まあ、見ますけど、写真っていうやつ、まあ、写真でしっかりやってしっかりね、写真でもないんですけど、別に記事なんで、そのウェブのね、写真っていうんですかね、ウェブのやつは、まあ、そこまで見ていただきたかったですよね。いやいや、そうだよね、はい、これはさ、うん、まあ、でどそれ、まあ率直になんだけど、おさらくん、これどう思ってるわけ、これ。いや、だから嫌ですよ、やっぱり。でも、うん、その気になって、うわ、その完全に被っちゃったと思って見たんですけど、うん、確認したわけ、確認したんです、うんうん、でもやっぱ入りがちょっと違くて、全然これはちょっとごめんなさい、僕勉強不足なんだけど、はい、どう違うわけ、そのまずは、いいですか、まずはじゃあ、はい、ご自身の、はい、その悪い顔選手権っていうのはどういう形っていうのを、ちょっとごめんなさい、ちょっと説明してもらってもいいですか。はい、この僕らの悪い顔選手権っていうのは、なんか普通の何でもない一般の人が捕まって、うん、ああいう取られ方するとめちゃくちゃ悪く見えるよねっていう、うん、でもうひょっとしたら僕らもやってみたら悪い顔になるんじゃないかっていうコンセプトでやったんですね、うんうん、はい、でこのおもころさんの方は、うん、なんかそのこのスタッフの方々がすごい悪い顔だって言われると、もともと悪い顔だと、もともと悪い顔で、なんか容疑者顔だ、うん、容疑者顔だって言われるっていうので、うんうん、じゃあ誰が容疑者顔の一番か決めようっていうコンセプトなんですよ。だから似て非なるものなのかなと僕は。なるほど、似て非なるものっていうことなんだけど、うん、はい、横澤、これ最近似て非なるものみたいなことってあった？あ、そうですね、あの結構私の昔の写真、また同じ写真の話になってしまうんですけど、私の昔の写真と今娘の写真がすごい似てて、うん、そうなの、似て非なるものだなっていうのは
ですよ。ああ、だからそういうことなのかもしんないよね。だから結局こっちが昔の横沢で、おもころが、いやそれ違いますね。こっちが違います、今の娘さんだってことだよ、ね、いやそれだとなんかリンクしちゃうんで。でもそういうことになるのかな。いや、そう、ね、いや、そう、家族なんで。いや違うと思うんですけど、違うと思うけどね。まあという、じゃあその長田君が言うには、その結局まあ悪くない人が悪く見えると、悪い顔をそのままやってみようとだとちょっと違うと。そうじゃないかなとは僕思うんですね。だから、はい、まあでもタイトルを見れば、まあ確かにこれはもうパックリって言われても、まあ確かにしょうがないのかなと思うんですけどね、それは。なるほどね。これね、でもこれ僕もこれ調べたんですよ。したらなんかおもころのね、はい、なんか企画でなんかお菓子の企画みたいなのをやってて、それもなんかチョコレートプラネットの YouTube チャンネルで、何でしたっけあれ、ケータリングを決めようっていうのあった、決めようっていうやつですね。だからそれもパクってんじゃないかみたいになったわけ。これは本当にびっくりしました。あれはあれはどうなん、びっくりした、びっくりしました。もう本当にそこまで被るとは本当思わなかった、ね、でもこれは言い訳になるかもしれないですけど、うん、あの企画に関してはもうなんか誰でも逆にやってるのかなとは思ったんですね。これすごい、よく言うよね。よく言うよね。すいません。いや、あれに関して、そこ、あれは本当にもうそんな考えてなかった。そんな言う？まあ、誰かはやってるだろうなとは思ってました、あの企画に関しては、ね。まあ、お気に入りのなんかを決めようみたいなことだから。別に、はい。いや、でも、そんな言って大丈夫なの？おさまくんさ、まあでもまあ正直に、いや正直すぎるよそれ。まあでもそうですね。そうなの？あれに関してはだからもうそんなに重きを置いてなかったので、なんかちょっと、はい、まあいろいろ自分の中でもなんかこうネタのね、なんかこう、うん、クオリティというか、このおし、うん、そのなんかね、これは結構しっかりやりたいとか、これはまあ、うん、適当って言ったら変ですけど、まあそういう感じの、自分の中でちょっとあるんですね、上下が。まあね、その企画のね、はい、そのいい悪いというか、はいはいはい、まああるわけだけど、横沢どう一番好きなケータリングみたいなのってあるわけ？あ、私はあれですね、あのたっぷりパウダーのハッピーターン。ハッピーターンじゃない？あれ美味しいよね。あれ美味しいですね。で、はい、僕も好きでさ、絶対あれはもう絶対に楽屋に置いといてって言ってんの、ほんとに。あれ、ほんと美味しいよね、あれ。いや、まあ、今それはもうちょっとすごいんだよ、あれ。腹筋鍛え、あれあるだけでさ、全然違うんだよね。すごい。いや、さ、はい、いや、まあまあね、いろいろこう聞いてってわけだけど、はい、これじゃあ、長田君的にはもうほんとに知らなかったってこと？ほんとに知らなかったです、これ。うん、はい。でもそれ結構前から出てたわけじゃない、そのネットで調べたりしたらさ。いや、まあそうですね。それやっぱ黙ってたっていうのは、それどういうことなの、それ。いや、まあ黙ってたっていうあれ、黙ってたわけじゃない。まあでもそうな、あんまりでもそのキリがないので、結局パクリパクられみたいなのはまああるじゃないですか。まあね、じゃあおもころさんは多分分かっってると思うんですよ、これパクられてないなって。でも出だしが多分違うと思いますので、うん、なんかその周りのガヤガヤ言うのはもう別にそんな、いやでもそれさ、おもころさんはそうだって言うかもしんないけどさ、おもころさんのそれ話聞いてみないと分かんないわけじゃん、まあ、怒ってるかもしんないし、まあ、確かにそれはすいません、そうです、はい。そこら辺はどう、横沢おもころさんだとしたらどう思ってる？私がおもころさんだとしたら、あそうですね。まあ、一度謝りには来てほしいかなって。ああ、事情を説明してほしいってこと。そうそう、ね、まあそうはなってくるのかな。パクってないんで、まあまあな、まあだからそれはさ、ちゃんと聞きたいよね。そのおもころさん側の声明っていうのはまだ出てないわけだよね。うん、出てないみたいだから、うん、まあでもね、すごく今
まあ、チョコレートプラネットさんの動画がたくさん出てるので、うん、まあ、おもころさん側もまた応援してくださってるんじゃないかなって、うん、まあそうね、そうなればいいんだけどさ、うん、はい、まあでももう本当に面白いから、これ本当いろいろなさ番組とかでもさ、はいはい、取り上げてもらったりとかしてるわけじゃない、はいはいはい、これまだまだやっていくわけでしょ。そうですね、まだ企画的にはちょっと広げていきたいなと思ってますね、はい、まあ、じゃあこれね、でもまあ本当にそうだと思うの、これ僕もおさら君のこと知ってるから本当そういう人間じゃないっていうの分かります、これ。ありがとうございますね。だからこれ一旦あの勘違いさせてすいませんっていうのだけおもころさんにちょっとこれ言っといた方がいいのかもしれない、これ。あ、今ですか。うん、そういうつもりじゃないですって、おもころさんにというか、その見て勘違いされた方がいるかもしんないから、そういうさごちゃごちゃ言ってくるさ、いるじゃない、そういうゴミみたいなやつがいるわけでしょ。いや、もうそう言い方悪く、なんで自分だけそうやっていいように映ろうとすんだよ。だよって、いや僕はそんな言ってないですけどね。いやだからそんなあんまりゴミみたいなとはあんまり良くないと思います。そんな言ってくるやつなんてさ、大しもうその人として大したことないやつなんだから。いやそれ決めつけるでまた問題になる。良くないですよ。な、よくないって、何横沢、何それ。いやいや、ちょっと久しぶりなのにさ。お久しぶりですけど言葉がねちょっと。どうでしょう。ちょっとひどいかな。いや。坂上さんの言葉がちょっとひどいかなっていう。忍ぶの？忍ぶってあんま言わん。ご自身で。なんで忍ぶのことそうやって言うわけ？ねえ。忍ぶってご自身のことあんまり。忍ぶだよ、だって忍ぶじゃん。あ、そうですね、忍ぶさん。そうでしょ？さ、僕ねって言われてたんで、はい、なんで忍ぶのこと忍ぶって言ったっていいわけじゃん。いや、まあ、それもちろんいいですけど、さっき僕って言われてたんで、はい、いや、それはさ、テレビに向けてはさ、僕って言ったりするかもしんないけどさ、はい、でですよ、でですよ、僕だって忍ぶって言ったっていいじゃん、それは。だからもうおさらくんに言っといて、すいません、ちょっと、はい、うん、もう殺されて、ちょっと紛らわしい企画で、うん、ちょっとね、こう世間こうあのちょっとざわつかせてしまったことは、うん、ちょっと申し訳ないなと思いますので、それは申し訳ございませんでした。すみません。はい。ただそういうつもりはなかったと。ただ、そういうつもりはなかったです。本当にと、うん、うん、パクリっていうのはないですね。はい。じゃあ横さんもじゃあその代弁して言ってあげてよ、それ。うん、今の言葉を代弁言って、代弁して言ってあげて、もう一回。いや僕言ったから、一回女性の目線で言ってあげて、その主婦目線で。そうですね、うん、今回は本当極悪非道のようなことをしてしまってしてないって。いやパクってないから、そう極悪非道って言っちゃうとでもおかしくなっちゃう、ね、まあチョコレートプラネットさんも、うん、いや、そうですよ。悪く、まあ、なっちゃう、悪く聞こえちゃうから、感情的になっちゃったもんだよ。いや、おもころさんもこれから、そうですね、追いかけていきたいなと思っていますので、これからも、応援のほどよろしくお願いします。まあね、そうなったと思うけど、まあすいません、まあね、まあこれまた何かあったらまたお伝えしたいと思います。はい、ということで続いては日南問題です。